この会議で中国による南シナ海の開発を軍事拠点化しているなどと各国が批判したことに対して、中国側は国際ルールを守っていると反論しました。今回の会議で南シナ海問題を再び過熱させたくなかった中国は緊急会見を開いて猛烈に反発しました。会議ではアメリカのマティス国防長官が、中国による南シナ海の開発について軍事拠点化していて強制的な現状の変更は認めないと発言するなど、中国への批判が相次ぎました。中国可以说是遵守和支持维护国际规则和地区规则的这样的国家，但是呢，对这个规则怎么理解？中国側はまた、アジア太平洋の平和的な発展を目指すとして、中国軍はより国際的な責任ある義務を果たしたいなどと、安全保障でもリードしていく姿勢を示しました。